はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ナブー攻撃側やっていきましょう。まあ、今回はね、ブラーグのボム章をすげえ撃つためにブラストコマンドを積んできております。さすがにブラーグね、ボム章なんて特にもう見なくなっちゃってるので絶滅危惧種なんじゃなかろうか。勝利を逃せば停止させられる運命だ。いっぱいいる敵がいっぱいいすぎてブラーグだけでは対処できん。これは逆サイ臭いな。みんな逆サイにいるのか。右やばいんじゃないか。あれ、右網膜守れてんの。逆に静寂が怖い。逆に静寂が怖いパターンのやつだ。拾わせない動きできてんのか。トリプルアグで、すーげえタレットが、敵が多いよなんでこんな敵が多いの、ここなんでこんな敵多いの。ちょっと待って、あのあれなんですよ、あれかな、ランシップ狙いかな。そう、右結構いる。若干後ろに持ってってくれてるというラッキータイムが今あるけども、そのラッキータイムもいずれ終わる。戦略コントロール回路グレネードを使う。オッケー、オッケー、うおお、まずいぞ。右がまずいて、右がまずいて。あ、すごい後ろにいるね。こんなとこ行けるんだ。こんなとこ行けるんだね。引っ張られて撃たれるな。さすがに無理だな、それは。結構いるじゃん。もう一匹いるだろ、そこ、その辺。おお。もう一発は撃たれたくないな。いいね、いいね、いいね。ちょっと一回タレット爆破しとこう。右が撃たれそうだね。おお、きつい。右撃たれたかな？撃たれた感じするね。ただ右、ごめん、左だ。左は結構、撃たれてないわ。撃たれたな。さすがにちょっと人数が足りんな。どこ行った？まずい。振り返ってきた。振り返ってきた。怖い。振り返ってきたの怖い。この辺結構いなかった？もうすでに下がっている。どこだ？危ない。よっと、相変わらずね、タレットの置く位置が悪すぎてほぼ意味をなしてない。戦略コントロール回路起動。タンクいい動きしてるな。ここは拾ってくるだろ、さすがに。何に撃たれた？あー、なんかそっち側いたな。投げとくか。ほい、いるね。ロケット撃たれるロケット撃たれる。分かってはいたんだけどな。ヒーローはもう全部出てる。飛行機も全部出てんのか。ちょっとたまにはナブの空も飛んできますか。これより攻撃する。低め飛んでてもな、結構いるね。まず一気、
まずは一機。ただ私を攻撃したもう一機がいるな。いるね。あれはインターセプターだ。ちょっと一旦離れて、味方機とうまく連携を取りたい。ん？もう一機どころじゃねえな。もう一機どころじゃねえな。3機来たな。くそ、引っ張られまくった。こりゃダメだい。そういえば結構ね、炎鵬さんのスーパーバトルドロイドって使わないんだよな。これどうなんですか？いまいちね、俺の中で間違って使うっていう、よし、ロケットドロイド発射とかって言って間違って使っちゃったみたいなイメージはあるんだけども、どうなんじゃろか。やばくないそこ。あー、違う、間違えたボタン。間違えたんだよ。ボタン間違えたんだよ。ちょっと、ボタン間違えた。スーパーバトルドロイドも使ってみるか。いや、オーバーロードじゃなくて、体力増やしたかったんだよ。体力増やしたかったの。結構ロケトルが来てるから、気をつけないと、危ないね。背を打たせないようにだな。いや、この2台で足を捨てなって感じがしちゃうんだよな。それどこで打たれてる？どこで打たれてる、持たれてる？いたい。またあるか、ジェットルか。ジェットルしばきに行くか。いいように裏取りしてきてんな。行きましょう。あと一つ。ジェットル自体はいたな。私の方が上だ。ちょっと回復するまでしばらく動きを。まだいんのか、やっぱりついてきてたな今。 OKOKOK、 いいよ。ロケットは構えた。あそこに何かいるが、何かいるがってところか。今あれだな、ジェットルもいたな。ジェットがいると思うんで、どこ、溝にはまってる。溝にはまってる。にゃん、ヒュン。そうなんだよな、スーパーバトルドロイド全然うまく使えなかったね。あれはなんか強みがあるのかな。ちょっとスーパーバトルドロイドのプロがいたら教えていただきたい。そうね、裏取りしてきてたもんね。なんか一気にそこを全滅してんな。なんか上のあれに当たっちゃった。上のランプにロケット当たっとったな。さてじゃあコロコロしてきますか。上のランプにロケット当たっちゃったな。うまく奇襲できたと思ったんだけどな。ね、しっかりと。押しましょう。痛い。さすがにケーブルスピンがいる。ケーブルスピンだるいね。ケーブルスピンだるいわ。
あ、やばい、それはまずい、捕まった。ケーブルスピンはだるいぞ結構だるいね。どうした、これ変なとこから出るとね。あ、下向いてやると早いっつったっけ。いや、逆サイも攻めないとダメなんだよね、攻撃は。逆も見せていかないと、逆も見せとかんと多分、うん、コントロールのオーバーライドが停止。よいしょ。オーケーオーケー。やはりドロイデカ強いですね、ナブーは。いるじゃん。行きまーす。サイズが小さいグリーバスの方が先に行きました。しっかり裏を取りましょうか。釣れているかな。釣れているね。ケーブルスピンがまたいるな。味方が来るまで粘りたいんだけど、あはは、まだもうちょい上がってきてほしい。 OK OK、 いいよいいよ。随分と引っかき回せたでしょう。ここは後ろからしっかりと援護射撃をしてラインを崩していく流れにしましょう。ヒーローが2枚とも追い詰められてるのは辛いな。なんか突っ込んできてんのか。うわー、せっかく階段登ったのに、せっかく階段登ったのに、ちょっと置いてくとかわいそう。うわー、ケーブルスピンか。一応あれも当てたけど、そうね、援護して、嘘でしょ下に出んの、なんか階段あんま登らせてくんねえな。いや、あれくらいやっぱガンガン前出ないとまずいですよ。やっぱああいう動き、突っ込んでくるようなああいう動きがすげえ大切なんだよな。マスターケノビがクローンと共闘している。戦略コントロールセントリーモードにセット。ジャスのマスターケースがしっかりと取る。釣りもしっかり落とし、なおかつラインもしっかり上げていく。後ろにいる、いいんじゃないですか。このまま行きたいね。ちょ、ま、そこで立つのやめて。そこ立つと俺階段の下からスタートするんだそこ階段の下からスタートトラップがあるんだ。まずいね。危ないね、見えないね。ハンのソロがいるね。でまたケーブルスピンいたな。ちょっと待った、ハンソロにちょっと爆弾を届けに行きたかったんだよ。私もなんか使える？使えませんね。もうちょっとだね。いや、階段の下から出すのやめて。いや、もうちょっと前出て撃たないと多分相手が命の危険をも顧みずに撃っていった場合、結構きついんだな。行きましょう。撃てい、撃ちまくれ。きつい、きつい。まさか私がいないところで終わっていく。
いや、危なかったね。エアリアルの裏取り、いいようにやられてしまい、スーパーバトルドロイドのいいところ一つも出せなかったな。スーパーバトルドロイドって本当にね、まあ、特にこの分離主義側、コマンドドロイドにドロイデカ、さらにね、エアリアルと、なんていうんですか、優秀なね、エンフォーサーじゃないや、スペシャルユニット多すぎて、いまいちね、スーパーバトルドロイドの良さ、ちょっとわかんないんだけれども、これはちょっと教えてほしいですね。スーパーバトルドロイドの、カンダ。スーパーバトルドロイドのプロのカンダね。ぜひ、この運用の仕方、カード構成などを教えていただけたらありがたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。